なった、なった。お疲れ様です。お疲れ様です。見えてますかね？見えてます。はい、よかったです。どこですか？これ、前と変わらん場所です。前と同あじれ？場所。本当に？前の、なんか、これ、部屋です、普通に。これははい。ね、なんか貼ってるんです。はい。はいまあいいや。はい。はい、お願いします。よろしくお願いします。今日もお願いします。これあれですかね、前みたいになんか自己紹介的なのを入れた方がいいやつですね。一応、僕のインスタと YouTube に前のログは残していて、結構見てくださっているので、それを見てねって感じなんですけど、あ、そうです。第2回、一ノ瀬高葉ラジオ。ラジオ 命一名がノない。瀬高葉ラジオ、第はい。2回。なんだ、別にね、なんとなくこんな話したいねみたいな話は、なんかメッセージでやってたけど、特に台本があるわけでもなく、ぼんやり、ぐんやり、その場のノリで話そうよっていうやつの第2回です。お願いします。僕が高原です。はい、僕が一ノ瀬です。よろしくお願いしまお願いします。す。はい。それで、どうし、あれですかね、前回の続きからいくんですかね、これは。前回ってあれいつやったんでしたっけ？前1、回2は週ね、間。2週間、1週間前ですか？これだから、8月26、結あ、構前1週間前ですね。ですね。はい。結構僕も何話したか忘れてるんで。僕もね、そんななんか、ざっくりしか覚えてないですけども。なんか、あれからなんかありました？今、展示、まはい。だ会期中でしたっけ？そうですね。あと3日会期があっあ、て、金土日で終わりですね。なんか、ありました？ そこで 遠くにはまあ、普通に在廊して、こう、お話しして、過ごしておりました。カフェギャラリーでしたっけ？そうですね。パフェが美味しいカフェでやっております。パフェが美味しいカフェで。はい。じゃあうん。材料と言いつつ、コーヒー飲んでボケーっとして、そうですね。なんか見に来た人がいたらおしゃべりしてみたいな。みたいなテンションでやってますね。で、結構毎日ぐらいの感じでいてる感じです。なんか見てたら、はなんいはい。か結構インスタで上げてくれますよね。その一ノ瀬さんのお知り合いなのかな。あ、でもね、なんですかね、初めて会った方でも割と上げてくださったりしてるので、ありがたいでなすんね。か、そう、一ノ瀬さんの今の展示もだし、この間、阪急の展示の時の、村井さんの、村井大先生のときにも思ったんですけど、その、お知り合いなのか、見に来た人が、インスタのストーリーに上げたやつを、自分のアカウントの方で、引っ張ってきてありがとうみたいなやつあるじゃないですか。ストーリーをメンションするみたいな。追加するやつですね。あ、そう。なんかあれをめっちゃやるなと思って。絶対やった。僕あんまそんで、なんか記憶ないな。なんか言ってんのかなって。スあ、トーリーにあげてねみあげてくださいっていうことですか？特にね、そういうことは喋らないですね。喋らないって言ったらあれですけど。たいな。そりゃそうですよね。変な感じですもんね。終そうわってから、ありがとうございましたって言って、バイバイして、で、スマホ見てたら、
あげてくれてる、あ、うんうん、ありがとうみたいな。いや、ほんまにそういう感じですね。ああ、いいな。ありがたいことに。まあ、そらそう。なんか、パフェ、ん？カフェっていうこともあって、そういうのが、なんか、文化的にしやすいかもしれないですね。ああ、確かに。うん。なんか、いまだにギャラリーでやって、展示してても、なんか写真撮っていいですかっていう言葉が結構な、まあ、ハードルまでいかないんだけど、なんかこうちゃんと聞かなきゃみたいな人ばっかりですよね、うん、写真撮っていい、まあ、どっちもルールがありますからね。ダメなパターンもありますし、うん、やっぱ、うん、基本的にはダメみたいなところなんで、それがあるんでしょうね。撮影禁止ってなんで撮影禁止なんですか？美術館とか著作権の問題？あれはなんでなんですかね。なんか最初 SNS が入ってきた時はあんまり情報を出したら来なくなるんじゃないかみたいなのとかありましたよね。あったとか、そういう影響があるのかもしれないですね。あと著作権、利権の問題があるんですかね。あるのか。だからなんか公的な施設になるほどそれが重くなっていきますよね。そうですね。美術館とかそういうとこ行ってば行くほど、うん、ちょっと話は違うんですけど、はいはい、あの大学の職員で働いてた時に、うん、その大学の中の図書館で、うん、図書館の中で撮影をしたり、うんうん、写真を撮ったり映像を撮るときにめっちゃ制約があって、うん、その本の背表紙とか表紙とかのが判別できるように映ると NG なんですよ。それはそれの許可取りみたいなのがクソめんどくさいっていう。だからまあぶっちゃけ別にそんなことは気にする人はその著作権者側もいないんだけど、うん、なんかそのきっちりしてる施設ほどちゃんと守らないといけない、その細かいルールもちゃんと守らないといけないからすごいめんどくさいっていうのがありました。そういえば、あ、じゃあそれのあれなんですかね、流れがやっぱあるんですかね。美術館とか特に厳しいんですかね。まあ、今どうなってるのか。はい。作品とかもあれですか。基本的には写真 OK だよっていう感じですか。作品自体は。もう、そう。だから NG の、その、理由がないというか、うん、その、言ったら、身も蓋もない言い方ですけど、こう宣伝してくれるわけじゃないですか。宣伝に協力してくれるわけだから、うん、それはもうじゃんじゃんやっておくれっていう。写真を撮っていい。結構アップで画面なんていうんですか、絵の表面があんまりなんですか、アップで映ると嫌だなとか、あげないでみたいな思いはいますね。あ、います。うん、いますね。なんでだろうな。なんでな。僕結構加工してくれてもいいみたいな感じなんで。おお、それは結構ざっくりですね。うん、うん。まあ話が脱線しちゃうんですけど、まあ脱線するほど別に、もともと本筋がある話してないからいいかなと思うんですけど、はい、数年前まで、今ちょっとやってないんですけど、数年前まで服を作ってたんですよ、うん、何人かで、でその時に、うん、アパレルをされてる、アパレルといえばアパレルなのかな、ファッション服、まあシャツとかズボンとか、うんうん、まあ身にまとうものを作ってたんですけど、それは別に僕がそのシャツのパターンを引いてでちょきちょき切ってミシンをするんじゃなくて、僕は絵を描くだけで何もやることは変わらないんだけど、それを写真撮って、でデータに起こして、そのデータを
加工して画像の上で、うん、でそれをこう反転させたりとかして、まあ、なんせその連続するパターンに置き換えて、でそれを布でシルクとかで吸っちゃって、うん、でその布をだから僕の絵がバーってこう印刷された布をチョキチョキ切って服にするみたいなことを、作品のパターンになってるの。うん、だからその過程が僕自身めっちゃ面白くって、うん、その自分の絵が一回画像になって、それが色味とかも調整されて、それがパターンになって、それがチョキチョキ切られて全然違うとこ同士で縫い合わされてるっていうのが、それ自体がめっちゃ面白いっていうのがあったから、うん、多分なんやろ、そのまあそういうマインドでいるので、人が写真を撮ってそれをどうしようが、なんか好きなようにやっておくれっていう、感じなんですね。そうですね、割と珍しいですね、その感覚で作っている。かもしれないですね。だからそうそう、その時にさ、服作ってる時にシャツを専門に作っている、うん、服飾の作家さんにいろいろ協力してもらったり相談乗ってもらってたりしてたんですけど、その人が過去に同じようなことをした経験があって、うん、絵を元にした布で服を作るっていうのをやってた時に、うん、その服、絵に一枚の絵を着るっていうのが、うん、その服飾の人からするとすごい怖いことで、うん、なんか なんやろ、ええんかなそれみたいな感じやったみたいな話を聞いていて、でなんか逆、それがちょうど逆で僕が面白いなと思って、うん、分断されてつなぎ合わされる感じが自分では、そうそうそう、なんかもうあの完全に自分の手から離れてるじゃないですか。うん、終わった後はそうですね。うん、でなんかこう自分の子供が進路決めて大学行って社会人になって何をしようが、お遅いくみたいな感じの、まあ好きにしなよみたいなそういう感じなんですね。そうそう、結構あれなんですね、他の人にコラージュしてもらってるみたいな感じなんですかね。コラージュというかこう、うん、そうですね、服の時はそうですね、コラージュなのか何なのか、うんうん、なんか先週、ね、前回の時に終わりで生活って言ってたじゃないですか、なんか気になることが、うん、うんうん、それって結構前からそういう服作ったりとかっていうのから始まってる興味なんですか、生活に対してなんか思うところがあるみたいな。僕ね、前回のラストで次回の話題っていうので生活って言ったのは覚えてるんですけど、はい、どういう文脈やったかは、どういう文脈で言ったのか思い出せないんだけど。ああ、そうなんだ。あ、でも生活と制作ってこう両輪じゃないですか、うん、その生きていくこと、まあお金を稼ぐことだったり、まあもうちょっとこう何やろ、人間的に単純に夜寝るとか朝起きるとか、うん、ご飯を食べるとか、まあ、体を洗うとか顔を洗うとか歯磨きするとか、いう感じ、なんかそういう、うん、生活と制作って、うん、多分
すごく密接に絡み合ってるから、制作って普段どういうタイミングでしてるもんなんですか？もう四六時中書くみたいな。僕ね、四六時中か、僕にとっては四六時中書いてるんですけど、絵の前で絵を見てるんだか見てないんだかで、なんかあの YouTube でアベマ TV 見てるみたいな時間も制作の中に入ってきちゃってて、なんかこうパチンとこうモードに入ると、なんか 2,3 時間4時間ぐらいこうだーってやってて、うっみたいな感じになるけど、なんかそうならなかったらしゃあないなみたいな感じで、なんかもう入らんときはしょうがない、スイッチが入るの待つみたいな感じなんですけど、逆にどう、どんな感じですか？書こうと思って書けます？僕は書こうと思ってあんま書けない方、書いてない方ですね。なんで僕も音楽とか聴いてなんかいけるなって思う時まであんまり書かないかもしれないです。やっぱそうですよね。そうですね、だから四六時中書いてる人がすごいなって思います。だからなんかなんていうのかな、やる気があるけど、書くスイッチはまだ入ってないみたいな時は、すごいあの作業的な行為、なんかパネルの側面をきれいにしたりとか、なんかそういう作業をするようにしてます。掃除とか あまり頭使わなくてもできるようなことというか、そうそう、でも着実にそのどうせせなあかんことというか、そうなんです ね。結構あれですか、朝も昼も夜も関係なくそういうタイミングがパッとくるみたいな感じなんですかね。最近気づいたんですけど、はい、最近で、ついね、3日前ぐらいに気づいたんですけど、めっちゃ最近ですね。そう、本当に最近。はいはい。あのね、お酒入ってない時の、集中してる時が一番貴重だなと思って、ほう、あ、僕平気でお酒飲みながら絵描くんですけど、あ、結構飲みながら制作するタイプなんですね。全然やるんですけど、あのもちろんそのなんか酩酊状態、泥酔状態で何やってるかわからんかったらもちろん筆は持てないんですけど、その気分がいい感じの程度の酔いだったら全然やるんですけど、その時4パターンあって、チラフの時の調子良くない時と調子いい時、集中力合う時と集中力ない時、で酔ってる時の集中力ない時と集中力ある時の4パターンあるんですけど、一番クオリティ高いのはやっぱり酔ってない時の、当たり前なんですけど酔ってない時の集中力あるパターンが4つのうちで一番やっぱり良くて、次ね、多分ね、酔ってる時の集中力あるやつなんですね。でまあ当然シラフの集中力ない時、酔ってる集中力ない時になるんですけど、なんかその酔ってていい、酔って書くののメリットって僕は何を説明してるんだろう。なんかね、一日が例えば午前中からビャーって書いてて、夕方5時6時まで書いて夜ご飯食べてってなるじゃないですか。時にせいぜいその
シラフで集中できるのって、まあ、午後の2時以降から5時ぐらいの間のどこかからスタートできるんですよね。で、それの集中が終わった時って結構疲れてるからヘロヘロになるんですけど、はいはい、お酒飲むとなんかね頭がアホになるから疲れてるの忘れてもう一回なんかこうもう一回エンジンかけれたりするんですよね。だからうまくいく時はその日中シラフでしっかり集中して、うん、で夜中お酒飲みながらもう一回グッと集中してみたいなのが行く時があってみたいな、なんかそういう、うん、だもうめっちゃダラダラしてます、ダラダラなんか僕が結構制作時間がギュッとしてるんで割となんか、うんうん、そんなに何週間もかけたりあんまりしないんですよ今の携帯が。で高原さんだとそういうシラフパターンと寄ってるパターンの集中がなんかこう混ざったのが一番になってる状態なんです。ああ、うん。やっぱり小さい絵であっても、うん、どんだけ早くても1週間ぐらいは描いてるので、うん、まあ3日で大体終わってることもあるけど、まあ、仕上げまで考えたら、まあ、めっちゃ早くて1週間、うん、大体1ヶ月ぐらいは書いてるから、なんか、何周するかなっていう感じ、その1枚の絵で。何ループ、うん、何サイクルするかっていう感じで、うんうん、あんまコントロールはできてない気がしますね。うん、割とあれなんですか、1ヶ月で書くぞっていうのが最初にある感じなんですか、それって。この作品はこのぐらいのタイミングだみたいなのが。漠然と、うん、ああでもなんとなく一月周期で考えてますね。ああそうなんですね。なんとなくそれは割とずっとそのリズムというか心地いいのがそんな感じなんですかね。ねここ数ヶ月ですね。だいぶ仕事を辞めてからうんうん、絵をしっかり描こうって思ってやりだしてからが割とリズムが作られてるというか、うん、まあ、無理やり作ったっていうか無理やり作ったそういう感じ、うん、僕さっきからこっち向いてる時って別にここに誰かいるわけじゃなくてここにねあの絵の棚があるんですよ、はいはい、絵の棚を見てそうそうなんかそのどれぐらいの期間ですかみたいに言われたときに、あの絵はみたいな、なんかその首の振りです。今、自分でこう、振り返ってきたときに、あ、僕めっちゃ横向いてるわ、さっきから。説明しとこう。月の始めで大体終わるんですか、はい、それって。もう、そういうことでもなく。ではなく、うん、あのうん、なんとなくです、なんとなく。今、後ろにある絵も、前回、一回描いてたやつですか、壁にある絵は。あ、これか。あ、うんうん、そうです。そうです。前回、まあ、8月末ですけど、黄色っぽい画面だったと思うんですけど。あ、うん、そうです。前回ライブの背景に置いてあったやつ。うん。一ヶ月なんだ。ですね。ああだいぶ、あ、いつもより縦長なんだ。あ、そう、縦長なんですよ。なんかね、山を描きました。前も風景って言ってましたけど、ちょっと、せめぎ合いが起きてるんですね、今。あ、そうです。前も結構ね、ここの幅がね、でかい。そうですよね。
すごい。経過が見れるの面白いな、これ。あ、まあ確かに。あんまり見ることなさそうなんで。あの、めっちゃ話飛ぶんですけど。はいはい。何ですか？一ノ瀬ちゃんって、あ、アクリルでしたっけ？僕アクリルなんですよ、今。アクリルにもあるか。蛍光色って使います？僕ね、蛍光色使わない派ですね、今。僕ね、使い始めたんですよ。さっきのマゼンダってそうなんですか？上のピンクの色は。そう、上のピンクはそうです、蛍光ピンク。他も入れてるんですか、蛍光？ね、このシリーズはほぼ同じ構図で4枚あるんですけど、うんうん、この上の部分だけ色変えて、上の部分は全部蛍光色で、黄色、青、ピンクみたいな感じですかね。みたいな。もう全部暖色ですけど。それなんで蛍光を急に入れ始めたんですか？ね、きっかけは、うん。あ、ね、文化庁の補助金で、いろいろ買いまくるっていう時に、通販でこう、画材をポチ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 ってこうしまくってる時に蛍光色があるんやって、そこで初めて見つけて、お、普段全く使わなくて見向きもしなかったから蛍光色ってなって、で自分の金やったらふざけすぎて買わへんけど補助金やからいいかみたいな感じでもう僕の方が出ちゃうしっていう感じで蛍光色のでかいやつを全色買った。それ結構張り切りましたね。うん。で、何に使うねんと思って置いてたんですけど、まあ、ね、アトリエにあったら使うタイミングはなんかあるじゃないですか、なんか思いつきで。うんうんうん。で、なんか使ってたら、面白くって。割といい。うん。油絵の具ってこう、グレーズしていくほど基本的にはこう、明度は下がっていくじゃないですか。そうですね。グレーズの説明とか特に大丈夫ですか、こういうのって。いいじゃないですか。重ね、色を重ねていく。はいはい、重層画法、透明色を重ねていく。うん。明度は下がっていくじゃないですか。そうですね。で、それが蛍光色をグレーズすると明度が上がるんだ。そもそも蛍光色って透明色なんですか？透明色、え、全然透明で塗れましたよ。なんかその半透明、あ、半透明なんだ。あ、でも透明色とか半透明とかですね。透明色で、そうなんですね。それなんでなんでしょうね、不思議。なんかその色、光を、うん、めっちゃ反射するんですよね、要するに蛍光って。蛍光反射してるのか、あれは。蛍光、え、こういうことなんじゃないですか。だってね、こう光がこう、いや、蛍光って何ググロ、え、あれってブラックライトで光るやつじゃないの？違うんかな。え、それはまた別でしょ。え、そうなんですか。え、蛍光、あ、本当だ、ブラックライトに光るって書いてあるよ。え、光るんですかね、今やったら。ブラックライトって何？ブラックライトって紫外線ライト。紫外線ライト。ブラックライト、紫外線だそうです。え、蛍光ってルミネセンスっていうんだって。ちょっとタイトルに使えそうですね。ちょっとかっこいいですね。いいですね。発光。ルミネセンス。知らんかった。でも、この蛍光と油絵の具の蛍光って関係あるのかな？絵の具の蛍光。ブラエの
これらは一般効果において色の通常反射に加えて紫外可視光中の短波長域の光を吸収しフォトルミネセンスで発色しているため一般色に比べてより鮮明に見える、まあ、明るく見えると言ってますね。要するに反射する光がより多いっていうことですよね。そうですね、可視光線回もやるってことですね。短波長域、短波長域だからアンファ長域、色。ああ。そうなんですね。初めて知りました。そう、だから、なんかね、いろいろ、まだよく分かってないんですけど、油絵の具の蛍光色は、うん、なんかね、混ぜると、蛍光は死ぬ感じがしてて、ほう。めっちゃ弱いんですよね、顔料としては。そうですね、蛍光色って一番最初に退色しやすいみたいな言いますよね。あ、やっぱりそうなんだ。うんうん、光にやっぱ、はい、退色する、その、なんだ、太陽光とか紫外線とかで死んじゃうってこと。100年後には残ってないかもしれないってこと。劣化が早いみたいな。ダメじゃん。でも高原さんが別に100年後に残す絵として作っ、なんて言うんですか、わかんないけど、作ってないんであればそれは別にいいんじゃない。いや、僕はね、100年後に残す絵を描いてるつもりなんですけど、でも100年後に残るようには描いてなくて、はいはい、100年後に残すしたいって思ってくれたら未来人が頑張るやろって思ってる派。ああ、なるほど。じゃあある意味あれですよね、その退職してもいいように書いてたらいいんですよね、多分。退職しても最近のあのフェルメールの修復じゃないですけど、ああ。その退職してても今まで名画としてフェルメールを描いて書いたけど、はいはい、今修復されて、あ、天使入ってたんやとか、うん、色こんなんやったんやで、また変わるみたいな。うん。で、捉えたら、うん、いい気もしますね。そうですね。どうなんかわかんないですけど。うん。そうなんですね。なんか、一ノ瀬さんが、なんか送ってくれてたじゃないですか、これかな。何のやつですかね。あ、言いますね。はい、奇出感とオリジナル、うんうん、あ、自然感とか、うん、作品とプロダクト。素材あれですね、ちょっと話題にしてみたいなみたいな思ったやつ、はい、突然ですけど、はい、せっかく送ってくれてはったからこの話を乗っておけば、はい、なんか気になるのとかありました？あ、まあそれぞれ僕はこう思ってるっていうのは多分話せるし、同時に一ノ瀬さんはどう考えてんねやろうっていうのも聞きたいのですが、うん、はいはい、うーん、多分一番なんか重くって重いっていうか、うーん、簡単には語り尽くせない話題の自然感、うん、聞いたかったですね。言ってみましょうか。はい、自然感に関してで、なんかこれ選んだの、うん、選んだっていうか言葉が出てきたのは、割と高原さんが自然をモチーフにしていたりするじゃないですか。で、お互い多分自然をそれなりに見る方だと思うんで、気にして見てるんですけど、どうなんですかね、自然感。ざっくり。
何から言えばいいかな。なんかっていうのも最近なんですけど、ナウシカ講っていう本を読みまして。ナウシカを考えるんですか？そうです、ほんまにナウシカを考えるっていう。なんかナウシカってあるじゃないですか、風の谷のナウシカ。ナウシカ、で、はや映お画とくん。漫画ありますけど、漫画を読んで結構感銘を受けた大学教授の方が、ずっと何かしら語りたかったけど、自分の語彙は語れなかったっていうのを、なんか20年ぐらい経って、ちょっと前に本出したらしいんですよ。ナウシカ講って。ナウシカって読んだことありますかね？漫画の方。漫画何回か読みました。なんかあれも、まあ映画もそうですけど、腐海っていう、こう腐った森があって、人間とのこう距離感とか、まあ、戦争だったりとか、いろいろなことが描かれてると思うんですけど、なんかああいうのとかが、まあ、マスクを普段からする世界っていうのもあって、今の世界にも近いし、思うところがあるなと思っての自然観みたいなのが出てきたんですけど、まあちょっと、僕、ナウシカ好きなんですけど、僕、ナウシカで一番好きな場面が、画面ですか？場面が、ちょっと正確にセリフはちょっと再現できないんですけど、かなり終盤で、誰が言ったんだっけな、それも思い出せないな、そんなマスクで毒が防げるわけねえだろ、みたいなセリフがあるじゃないですか。人み体たい改な。造されてるんじゃないか説のところですね、多分。そんなただこうピュッてなってるあれだけで、ここで呼吸できるわけないじゃんっていう、まあなんかこう、メタ的なネタバラシみたいなセリフが一番、うわってなって好きです、あそこが。まあ、自然ね、僕が、気になっていることは、自然に関して、そっか、こういう場面で言葉にするんですよね。ずっとどういうね、ことここ3、4年ずっと気になっていることをね、言語化してなかったんですので、ですか？今頑張って喋るんですけど、それってあれですか？前回も出た高田さんのウェブサイトのテキストの現在版が今出てくるみたいなことですか？未来のステートメントではこういうことを言っときたいみたいなとこなんですけこれ、あれですね、ちょっと楽しくなるやつですね。本当に言葉にならない、自然って、勝手に、形とか状況が、とかバランスができて、バランスができて。それが美しいと思うんですよね。めっちゃアホみたいなことだ。なんて言ったらいいのかな。バランスがそこにあるっていうことです。どういう場面に関してもってことですかね。どんな場面でも自然っていうのは、バランスがそこに発生しているっていうことです。それが美しいってことで、なんて言ったらいいのかな。
雨が降るじゃないですか。雨が降りました。はい、今日も降ってました。雨が降ります。水たまりができるじゃないですか。うん。で、水たまりができて、しばらくしたらなくなるじゃないですか。蒸発して。はい、はい。あるいは染み込んで。いや、違うなぁ。違うんや。なんていうんかな。お、な、均衡が保たれると思うんですよ、勝手に、自然って、うん。はい。食物連鎖とかも多分そうで、その、圧倒的な力を持ってるものは少なくって、こう、だんだん数が増えていって、はい、この食物連鎖のピラミッドができるじゃないですか。はい、うん。とか、その、勝手に、バランス調整が入るというか、うんうん、なんかこうオンラインゲームやってたら、そのちょっとバランス悪いから運営のメンテナンス入って調整がこうされて、このキャラクターちょっと強くなりました、これちょっと弱くしてます、このアイテム増やしてみましたみたいな、その逐一調整を入れてバランスをなんとか保つけど、やっぱ崩れてなんとか保つみたいなのをいちいちこう細々しないといけないのに、うん、自然は何にもしなくても、うん、その均衡がこう常にこう保たれるみたいな感じ、うんうんうん、それがめっちゃすげえ美しいなと思うんですね。あ、はい、でそれを僕は画面上で画面上で体感しようとしていて、え、そのあれなんですか、稜線がちょっとずつ移動するのもそれの再現じゃないですけど、そういうシミュレーションみたいな感じなんですかね。そういうところがあります。あ、とか色もそうで、例えば赤がダーってきてたら、この、まあ、だから暖色がダーっときてたら、こう寒色がこう、うん、こうちょっとせき止めないとみたいなのとか、うんうん、感触、暖色がドーンってあって、感触がここだけにあったら、その暖色を飛び越えたこっちにも感触でこうサンドイッチしてバランス取るとか、だからこの画面の中、画面っていうこの区形がこの僕が生きてる地球の世界みたいな感じで、そこでバランスがこう勝手に均衡が取られているみたいな、うんうん、だそれが画面上の、これ逆説なんですけど、自然の均衡が保たれている美しさは、均衡が取られていることを人間が勝手に観察して、あ、美しいなと僕は勝手に思ってるんですけど、うんうん、逆も成り立つんじゃないかという気がしていて、美しいなっていうものは均衡が保たれるんじゃないかっていう。ああ。だから、バランスを取ろうとして書いているんだけれども、それだけでもなくって、画面として美しいものをに向かっていった結果、バランスが取られていって、で均衡が成り立っていくみたいなものが今僕が興味があって取り組んでいることで、今めっちゃ一ノ瀬さんがめっちゃ優しく聞いてくれたけど全然言葉になってないって言ってなんかあれなんですかね、僕結構シムシティとかなんですか、うん、こう俯瞰した視点で街を作ったり政治をしたりするようなゲームを割と好むんですけど、シミュレーションゲームで、うん、わかります。そういう感覚に近いものなんですかね、そのわからんけど、このシャーレ見てるみたいな、細胞を培養してるに近いみたいな。ああ、
ともちょっと違うんですね。結構自分でいじるから違うんかな。や、なんかやっぱりね、うん。ちょっとね、僕これオカルト地味ちゃうからあんまり嫌なんですけど、でもそういうの絶対なん出てきか、ますから。やっぱね、シミュレーション仮説ってあるじゃないですか。この世界はシミュレーターの中で行われはいていはいる。はい。ありますね。より高次元の何かによって、こう、操作されゲームてされる。て、だから僕らがシムシティをやってる世界にいるみたいな。もっそとれっ長寿て、の視点の人がいるってことですね。そうそう。で、それって全然否定できないんですけど、そこにつながる鍵が、多分、なんか美しいとか、っていうことな気がしていて、どこかで。別に決してね、僕はオカルトとか新興宗教をやろうという気は全くないんですけど。なんか高原さんの前のステートメント見たみたいな言ったじゃないですか、そのネットであったやつで。それで結構望遠鏡と顕微鏡みたいな、すごいミクロとマクロのやつとか、こう、なんでしたっけ、航空写真っていうんですか、上から見た視点を取り扱ったシリーズとか、なんか全部今の話に割と近いものというか、通ずることをずっとやってるんかなみたいな、今感じたんですけど、結果的にそうなのかなんか、そういう、なんですかね、僕も思うんですけど、こう、あれ、何で思ったんでしたっけね、なんか、すごいミクロの視点とマクロなものって結構近いものがあるなみたいな思うんですよ。その、何ですか？自分たちの中の細胞の話とか、こう、分子の話とか、たまにこう、ピーナって呼んだりするんですけど、なんかそういうのと宇宙の大構造みたいな話とか、こう、宇宙が網目状になってる話とかって割と近いところがあったりするのかなと思うので、なんかそういうすごい、なんやろ、ちっちゃい視点と大きな視点がクロスする感覚みたいな、何をとしてるんですかねこれ。いや、なんとなくでも、わかりますよ。だから多分そういうことだと思うんです。それはとてもなんかね、分かるというか、感覚値の話ですけど。山とか見てたら、空でもいいんですけど、地面でもいいんですけど、しっかり見ていくと手に負えなくなってくるじゃないですか。情報が多いですね、すごく。情報が多いし、なんだろう、絶対に勝てないっていうか、喧嘩にもならないっていうか、相手にされないというか、手に負えなさすぎて、多分だから、昔の、土着の、自然信仰みたいなものって、そういう、畏怖の念とか、そういうのって、多分そういうことなんかなと思うんですけど、プラスそこに何か災害とかが、掛け算されると思うんですけど、土砂崩れがあったり、鉄砲水があったりしたら、そこが、やべえ力を持っている、手に負えない大自然みたいな。それに、手に負えない、あまりにも自分からかけ離れた大きな力に対して、アクセスする手段として、何か絵画とかアートっていうものがあるんじゃないのかなという気がしていて、で、それは多分科学者も似たようなモチベーションなんじゃないかな
ていう気がしてるんです、うん、数学者がその数式に向かったり、地質学者がその地盤をこう地層を調べたり、なんか物理学者が顕微鏡を覗いたりするのも似たようなモチベーションな気がしていて、うん、なるほど。果てしない何かわからないものに対してこういうこれならちょっとこう接続できるかもみたいな。なんか科学の話とかって割とそれをコントロールしようみたいな力に向かうじゃないですか。どちらかというと分かって、はい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 、それをいかにコントロールしようみたいなことになると思うんですけど、なんかそういう感じではないんですよね。多分コントロールするっていうよりは、何でしょう、アクセスしてみたいだけというか、なんて言ったらいいんですかね。ああ。多分そうなんですけど、うん、アクセスしてみたいだけなんですけど、でもアクセスした結果は画面にこうボンと出したいから。ああ、コントロールはあれにしてるのか。コントロールというか、うん、だから、パソコンがあって、うん、そのパソコンにモニターつないでない状態で起動して、うんうん、キーボードもマウスもつながってたら一応動いてるじゃないですか、はいはい、でこうポチポチカチカチしたらこう何かこうそっちで動いてはいるけど見えないじゃないですか、うんうん、でそこにこう手探りでこうこの辺にあのブラウザの起動のアイコンあるかなみたいなところでマウス動かしてカチカチってやってブラウザ開いてみたいな、なんかそういうのを手探りでやってるのが多分絵を描こうとしている感じで、うん、でそれをそのアクセスがパッとできればモニターが HDMI でピッてつながって画面にガバッて出たのが絵画っていう、うん、それ気になるんですけど、その画面の中でこうなんていうんですか、探しアイコンを探してるわけでもなくて、もうさっきのボーっとしてるフールとか見てるタイミングでそれを思ってて、あ、今つながりそうやけど手動かしてみようかみたいな感じなんですか、それって。なんかね、大体そんな感じなんですよ。なんかこう、ぼやっとしてるときに、じゃあ行ってみようかなみたいな感じなんですけど、うん、なんかね、切符を持ってるような気がしてて、お、改札に入れる切符。で、その切符は、その、何個かのパーツでできてて、うん、で、そのパーツがこう揃って1枚の切符になった時に初めて改札を通れるっていう感じで。ジグソーパズルのあれなんですか、切符なんですか。そうそうそう、そういう感じ。で、それは、一つは、なんか例えば、ある日見た山の形とか、うんうん、もう一つのパーツは、ある日見た排水溝から流れていく水の流れとか、うん、もう一個は、なんかこう、すごいいい天気の時の眩しい感じとか、なんかそういうのが一個ずつパーツになって、それで一個の切符がある時、ボケっとしてる時に、そのいろんなパーツが散らばってたら、時に、ボケっとしてたら、あれ？このパーツとこのパーツとこのパーツで1個の切符できるやんみたいなのがカチャってできたら、それで改札ビーって通って映画ビャーって進んで
あはははみたいな、ちょっと一歩進むみたいな感じがあります。一番最初に母さんの絵について聞いたときに、なんかいろんな感覚をぐしゃってしてピャってした感じって言われて、あーって感じ。今の話、いや、そう言いましたギュッてしてパンってこう、そう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 、うん、そういう感じなんですね。どういう感じですか？なんかこの今自然感っていうのってなんか、うん、実は結構いいワードな気がしてて、一ノ瀬さんもそう山とか、はい、そうですね、まあいわゆる自然に向き合ってはるのかなと思うんですけど、うんうん、今の僕のそのすごい拙い言葉にその近いのか全然違うことをしてはんのか間なのか、なんかどんな感じなんですか？あ、それで言うとちょっと遠いところにいるのかもしれないですね。なんかいわゆる自然を描いているんですけど、自然を描きたいから描くって感じでもないというか、おー、なんかそれにつながってることに興味があるかもしれないですね。自然から派生するさっきのなんか自然信仰だったりとか、なんか物理の話だったりとか、なんかそういう違うことの興味をみんなと共有するためにみたいなところはあるかもしれない。おー、なんか前だから、うん、はいはい、あ、なんでしたっけ、なんか前回の話で自分がなんかあれ前回の話でしたっけ、なんか最近他の人からも言われたんですけど、こうエモーショナルのタイミングっていうんですか、はい、を絵にすることが多くて、うん、なんかそれをそのままぶつけてしまうと結構さっきのオカルトじゃないですけど、しんどいものになりがちなので、うん、それをもうちょっとなんかふわっと柔らかくしたら何になるかなっていうので、今自然っていうものになんかそれを置き換えてるじゃないですけど、使ってるかもしれません。別にそれは薄めているわけではなく、薄めているわけではないですね。あ、ちょっとずらして変換してるぐらい。そうですね、ずらすっていうのが合ってるかもしれないです。あ、なんか自然の話なんですけど、さっきこう山とか見てて鉄砲水とかこう自分たちが太刀打ちできないものって言ったじゃないですか。うんうん。高原さんの中ではどこまでをなんか自然とみなしているものなんですか？どこまでっていうのはこう都市とかも含めたりとか、今の山だってもともとはああいう山じゃないかもしれないし、どういうところまでをなんか、ああ、難しいですね。難しいですね。一つ、いろんな視点があり得ると思ってるんですけど、一つは、家の玄関から出た外は全部自然っていう考えがまずは第一義に僕はあります。だから道路を走ってる車も自然。お、極端な話ですけどね、その玄関が外に出たら家の外は全て自然、つまり自分の
コントロールが及ばない世界、外の世界、うんうん、っていうのが第一義にあって、でもいやいや自動車って人工物じゃんっていうのはもちろんあるから、自然とは言えないっていうのはもちろんあるから、あ、そこからその自然っていうものを考えていくんですけど、じゃあ街路樹は自然と呼べるのかっていう話になるじゃないですか。はいはい。あれは人間の都合で植えられたもので、人間の都合で等間隔に植えられて、そこに適したあまり手入れのいらないものが植えられていて、うん、あるいは公園に残ってるでっかい木でも、うん、公園ならそれが置いてあっても大丈夫っていうので残されていたり、うん、そういう街路樹とか植木っていうものとか、その民家のあの軒先に置いてあるプランターに咲いてるお花とか、うんうん、あれは自然なのか、あれは極めて人工的に人間によってこう設定されて置かれた人工物だなとも思うし、うん、でもそんなん言い出したら、じゃあ六甲山だってそうだし、そうですね、六甲山は六甲山で山残しとこって言って残されてるだけであって、じゃあアマゾンもそう、いやアマゾンもその何すごい開拓されて木がどんどん伐採されてアマゾンがなくなるっていうので、なんか保護されてみたいな、うんうんうん、でそれってもう人工的に置いとかれてるわけで、って考えたら自然って呼べるものとは一体なんじゃろうかいなってなっちゃうから、うんうん、うん、そう、なんとなく、うん、なんとなくあれなんだっけ、誰が言ったんだっけ、昔のあのエレメント五大要素、アリストテレスですか、アリストテレスか、土、火、水、空気、風だっけ、風でしたかね、風じゃなかったっけ、四大元素、四大元素かみたい な、 なんかそれにまつわるものかなとも思ったり、うーん、土から生えてるからプランターのパンジーも大自然みたいな、水だから蛇口からひねった水も自然っていう、うん、なんかそんな感じで、なんかはっきりとした答えは持てず、こう見たらこうやし、こう見たらこうやし、こう見たらこうやなっていう感じでいます、うんうんうん、僕は。それはそうですね、現代人だと大体そんな感じかもしれないですけど、そうですね、なんか自分も自然って言ってなんかわかんないですよ、山とか神社だったりとか、まあ空だったりとか見て今は書いてるんですけど、神社も言うたらこう間引いたり、これは残しとこうだったり、これは神木としたりで、すごい設定された環境だし、こう山も結局ね、そういうトレッキングコースだったりとか道があるってことは、もうすでにそこは人工物が敷かれている状態なので、そういうものなんていうんですかね、なんだなぁと思いながらいるんですけど、そう、なんかナウシカの話が出てきたのも、ナウシカも不快っていうものは、その千年前にこう生きていた人がこう巨神兵とか核の戦争で人類が一回終わっちゃった後に、きれいにする装置として不快っていう自然的なものを作ったぜみたいな話じゃないですか。はい。でそれから、
こう虫っていうもの人工なんだけど自然とされてるものにこう戦ったり食われたりなんやするみたいな、なんそうっす、なんていうんですかね、抗えないけど使っているものというか、うん、なんか難しいお題を出しちゃいましたね。突っ込み始めるとややこしくなりそうなやつが。手に負えない何かに対してどういう、体制を取るのかっていう感じの話なのかな。結構あれなんですかね、やっぱり手に負えないなっていう感覚は元からというかずっとあるものなんですか。そうですね、それはありますね、うん、その手に負えないという形容詞で言ったら別に自然に限らないわけなんですけど、他人であったりその恋人であったり、うんうん、パートナーであったり家族であったり友人であったり、うん、っていうのだって手に負えないわけじゃないですか。もちろん何考えてるか分からなかったり何かこうぶつかってしまったりもするし、対人に対してもそうだし、まあ、それこそ自分自身に対してもそうだし、うんうん、そもそも手に負えないことだと、生きることは大きく言うとで、その前提、そのスタートラインから始められることが建設的なものなのかなというところがあって、僕の中で理解できないっていうのを認めるという感じですかね。うん、もうどうせどうしようもないと、もう手に負えません、うん、もう最初から降参状態、はいはい、その降参した上で、でもそっから別に降参したからといってそのゲームが終わるわけじゃないですか。画面がプツって切れるわけないから、降参ってしても続くわけで、その上で、あ、こういう風にいったらどうなってたんやろうとか、ちょっと今もし終わってるんですけど、こういう感じでちょっと見させてもらいますみたいな感じで、その息も常に諦めの状態、お手上げなんだけどこういう感じでちょっと見させてもらいますとか、こういう感じでちょっと覗かせてもらいますみたいなスタンスですかね。だからもうマッチョに、いやこれが正しいんだ、こうなんだ、ほらそこの道開けろみたいな感じでは決してなくて、あ、もう無理から始まってるので、結構常に一定こう距離というか遠い目線みたいな感じなんですね。あんま、そう言われたらそうなのかな。え、違います？え、どういう感じですか？なんかそれで言うと、僕今思ったのは、さっき僕がエモーショナルなことを書くって言ったんですけど、うん、個人的な、なんかそうなったらこうなんていうんですかね、割と無常感みたいなことを気にして1年ぐらいいるんですけど、こう物の哀れだったりとか、なんかそういうのってなんで起きるのかっていうと、今に対してというか今起きていることに対してすごい愛着があって、けどそれが終わっちゃうっていうことに対して思っているってことなんです。っていう意味では僕はすごい距離が近いのかなと思いました。高原さんはちょっと多いんかもしれないですけど、それで言うと僕は近いな。
目が乾きますね。あ、ごめんなさい。いえいえ、どうぞ。なんかそうなんですよね。距離近めかもしれないです。そういうものからは。無常感はなくなる。今、続くとは知ってるっていう諦めはあるんだけど、けどなくなってほしくないな。で、それをすごい愛おしいと思うな、みたいな感覚だと思うんですよ。で、それはなんで起きるかっていうと、それに対してすごい愛着とか執着があって、抗いたいじゃないですけど、こう、諦めとどっちもあるというか、に近いのかなっていうのまでは僕の中でありますね。抗いたいっていう感じが、その、パーセントがどれぐらいなのかは置いといて、あるっていうことなんですよね。なんかね、その、そうですね、いくらかは、なんかそれが諦め、なんていうんですか、同性だったり、それならみたいな、そうですね、諦めてるけど、ちょっと抗いたいみたいなのは、いくらか、99分の1ぐらいはあると思いますね。で、なんかチープな話っちゃ話ですけど、一番なんか現象的なこう、終わっちゃうものを画面に残したいっていう、まあ、カメラ撮る時とかも一緒ですけど、なんかそういうのは絶対根底にはあるんかなとは思ってるんで。そうですね。あ、でもね、それは当然僕も思っていて、でもそれは、その、カメラ的にその風景とか、そのエモーショナルな状況とかを切り取ったものではなくて、それを書いた今の自分をそこに記録するっていうものとしては、とても大事に思っていて、それは、そういう装置は。僕、広角機動隊好きなんですけど、広角機動隊って、あの外部記憶装置っていう話がよく出てくるんですけど、あの外部記憶装置だなと思っていて、その例えば2014年に描いた絵っていうのは2014年の僕がそこに保存されていて、それは変わらないんですよ、その絵がその燃えて朽ち果てるまでは。少なくとも僕がその絵を見る限りは、あ、2014年ってこういうこと考えてたんだとか、あ、こういう僕だったんだっていうのがそこに保存されているから安心できるというか、だから今も2021年の外部記憶装置を作れるというか、自分が自分である証明みたいな状態なんですかね、なんていうか、客観視できる、その時の自分を結果的に客観視できるツールなのかなと思いますけど、そういう側面も確かにありますね、見たら思い出すという、そっか、なんか話ちょっとずれるんですけど、はいはい、作品をこう誰かにこうの手に渡したりとか、自分の手元から離れる時があるわけじゃないですか。はい。そういう、ことに対してはあれなんです。さっきのこう服を作ったのと一緒で、外部記憶を手元に持っておきたいっていうよりは、他人に渡ってもそれはそうだなぐらいの感じなんですかね。一番歓迎できる結末というか、
それはもう誰かにその時の自分託した例みたいなぐらいの感じなんですか。まあそうだし、まあもう関係ないといえば関係ないし、うん、自分自身であるから一番関係があるとも言えるし、ただなんかそのこう、なんか子孫繁栄じゃないけど、その自分の DNA がだ DNA でもないんですよ。自分のその自分が拡散していくといううんうん、ことに多分喜びを覚える人種なんじゃないですか。あ、その視点はなかったですね。あ、いや僕ね結構ねその辺めっちゃ分かりやすい部分があって、だから絵が売れたら嬉しいし、人の手に渡ったら嬉しいし、イエーイみたいな感じなんですけど、はいはい、うん、だから、なんていうかな、自分がで作った絵が誰かの人生 にこう介入するというかお邪魔するというか、うんうんうん。だからまあ絵を買ってくれた人が日常的に見るところに絵を飾ってるのか、それは倉庫に眠ってるのか知らないけど、その人の人生の所有物に僕の絵が腐ったり捨てたり燃やすまではそこにあるわけで、その人の人生にお邪魔するわけで、うん、なんかそれって力がそう、うんうんうん、それってなんか、なかなかなことやなと思っていて、うん、なんかもう、これ嘘なんですけど、なんかもう死んでもいいかなっていうような、うん、だからとりあえず僕というこの僕の生命活動が終わっても、うん、何かその、ここからこう、発生した、物質は誰かがこう引き継いでくれてるというのが一確認できれば、うんうん、あ、でも最悪僕が今いなくなってもこいつがまだいるやみたいな、うんうんうん、であとはもうエゴですよ。1じゃ不安だから 2,3,4,5,6,100,200 にしたいっていう、なるべく子孫を多くしたいってことなんですね。だからこれが子孫なのかか、なんか、何でしたっけ、ミームって、ミーム、ちょっと待ってください。ミームか。ミームだから、これも広角のあれだけど、はい、人形使いが、人形使いと称賛が融合した後の編集をネットにこう、いろんなコピーをこうバーって拡散するっていうような話も近いかな。複製可能な情報、なんか生物学かなんかの本で僕は最初見たんですけど、遺伝子情報とか複製可能なものがこう残る、まあ子供じゃなくてもそういう情報として残る、はい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 、感覚、なんかある意味歴史に刻むみたいな話と一緒なんかもしれないですけど、ことに近いんですかね。まあ、その結果的にその他者とか外側に保存されていくっていうのが多分望ましいと思うんですけど、望ましい、うんうん、なんかそれをその意図したり望んだりするのはただのエゴになるから、うん、それはどやさ
って思うんだけど、でもなんかやっぱり牛しって思うからそう、それで喜びを覚える人種なのかなって思いますね。僕は。そうね、確かにそうかもしれない。うん、なるほどね。それで喜びを。そう思うと確かに100年何百年って残ったものの方がいいっすね。残るものというか。うん。で、そうなると話が戻ってくるんですけど、残るものっていう、100年、200年、残るものっていうのって、その素材とか技法的に残るものっていうのはもちろん大事なんだけれども、うんうん、それを置き去りにするほど大事なことって、それが、そのものが美しかったり、すごい魅力的なもので、うん、そのものの横にいる人が、いや、これは絶対残したいぞって思うことが一番の保存の方法だと思うんですよね。はいはい。たとえボロボロになっても、絶対これは、こうやって扱うんじゃなくて、こうやって持つっていう これは絶対こうやって持つやろみたいなのを、うん、その、要求する美しさとか、魅力が、そのものにあれば、それは多分勝手に保存されると思うんですよ。うん、保存、残る技法とか素材とかを使ってなかったとしても。なんか音楽の人とそういうの話した時に、うん、一曲なんかいい音楽というか残ってるのって何が残るんですかねみたいな話になったんですけど、その作品、まあ、音楽の場合は音楽の強度が重要なんじゃないかってなって、それとやっぱ同じことになるんですかね。こう作品の質というか持ってる力って言ったらあれですけど。うん、そうですね。まあでも死んだら終わりやしなそう、なんかだから、ね、結果的に残るなら嬉しいっていう付随したものなんだけど、その、うん、それを残すことを目的にするとなんか意味わかんなくなって、その時おらへんしとか。はいはい、そうですね。それだけで言ったら、こう、冷凍保存じゃないですけど、なんかそういう、タイムスリープ的なのを作品にさせたらいいやんって話になっちゃいますもんね。うん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 。でもそれが目覚めた時に廃棄されるかもしれない、こう、弱さやったら意味ないし、みたいな。うん。自分とね、戦うことになるし。うん。そうですね。うん。なんか話がどん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 大きくなっていっちゃって、はいはい、もう死んだらどうなんてみたいな話になってきました。ちょっと一回修正して、言うてる間に1時間あれなんですね。あ、本当や。どうでもいい話が続くな、やばいな。ちょっと一旦ブレイクしましょう。そうですね。ちょっと話題が終われるぐらいのやつ。だいたいあれですよね。前回もそうだったけど、2時間ぐらい、うん、?9 時から11時ぐらいまでみたいな。だいたいそんぐらい、うんうん。にしましょうか。そうしましょう。じゃあまあ、あと30分ぐらいの話題。そんな話題があるのかどうか。もうなんか、生活の話に戻っていいですか。あ、はい、戻りましょう。生活の話に戻りたいんですけど、神戸阪急で一緒に出させてもらった時に、結構村井さんが一緒に出してた作家の方が、こう、
生活と制作のバランスと、こう、それ以外の、なんちゃらかんちゃらのバランスとずっと戦ってるじゃないけど、調整というか、ずっとしてるみたいな話になって。で、そうですね。なんか自分も、今も、だいたい作品のこととか、だってあと生活ってなんやみたいになってくるじゃないですか、うん、なってくるんですけど、なんかそういうところで生活って前回言ってくれはったのはもう、まあ、さっきもこうごちゃごちゃというか重なってくるって言いましたけど、生活と制作が理想の生活みたいなんてあるもんなんですか、高原さんの。理想か。ある意味、今も理想なのかもしれないですけど。今もそうだし、過去、これまでの生き方もそうなんだけど、変に不満を感じることはない、なくって、なぜならそれは自分が選んだ道とか状況だったり自分の責任だから、不満を感じることはないんだけれども、うん、でも、あ、もっとこうしたいって思える状態かどうかっていうのは大きいと思っていて、うんうん、そのもっとこうしたい、こうなりたいとか変えたいっていう変化に対しての欲求とか欲望みたいなものがあると、多分こう日々がその建設的なサイクルになると思うんですよね、うんうん、別に今が嫌っていうわけじゃなくって、今はいいんだけども、もっとこうしたらアップデートできるやんっていうのが見えていると、そっちに向かってこう動けるから、うんうん、その状態が多分ある意味理想、ちょっと逆説なんですけど、その、うん、理想の状態が見えてそっちに向かおうと思えてる状態が理想っていう、理想が常にアップデートされてるというか、こう更新され続けてるし、そういう、そうですね、求めてる状態自体が理想になるんですかね。僕はそう思いますね。その多分、あ、やっと理想のポジションに来た、ふう、あとはもうみたいな感じになった瞬間にもう細胞は死んでいくんじゃないかなって思いますだいぶ極端ですねそうだ、安定っていうのは俺にはいらねえよみたいな感じなんですかね。安定ってよく言われますけど、安定、安定、安定する、あ、安定、安定、うんうん、いやでもそれは割と前提なような気もしますね。安定をまず取ってから、うん、そっからさらに変化みたいな感じですかね、僕は。積み上げていくというか、プラス1プラス1みたいな感じなんですかね。うん、プラス1プラス1プラス2って感じだし、あのね、これだから、その日々の食べ物に困らないっていうのを安定とするのであれば、その安定を仮に10だとするじゃないですか、うんうん、で9とか8とかは結構困る、うんうん、けどまあ10をとりあえず維持しとけば、とりあえず安定はしてお腹は減らない、食べれる、スーパーで食べれる、ご飯買って、でそれを来月11にできるし、来年15にできるかもしれへん。で、それが16、17で20、30にしていけばいいと思うんですけど、う
なんかそれが足す1足す1足す2足す1でやっていけばいいんですけど、あるタイミングで例えば、今30です、うん、で31ちょっとむずいっす、30維持かな、29になっちゃう、31むずいっていう時に一回そのだから足す1がむずいんだけど、うんうん、マイナス30してプラス45はいける気がするみたいな時、はいはい、全部入れ替えたらゴンって良くなるかもしれへんみたいな時はちょっとその賭けに乗りたいタイプです。割と今の生活様式がさって変えてでもゴンってやったらいいとこに行けんじゃないかみたいな、いいんじゃないか、もしそれでやって思ってたんとちゃうってなったらもう12もいけへんくて3になるかもしれへんけど、そこでより変化がポジティブに生まれるんであれば、うん、それを選んだ方がいいんじゃないかと思ったりするタイプ、うん、それはとてもわかるというか、あ、わかります。ギャンブラーですか？ギャンブラーってほどじゃないですけど、あんまり安定感あることは選んできてない方かもしれないですね。ああ、そうですね。ギャンブルまでは行ってないけど、なんか仕事辞めようっていうタイミングもそういう今30やけどもっといけそうみたいなのが見えたからそうなったんですか、そのタイミングって。それはそうですね、あのねこれ高校2年生3年生ぐらいの時から変わらないんですけど、だから12、3年前から変わらないんですけど、何かこう人生の進み方でこう迷う時があるじゃないですか、はいはい、そういう時にこう目の前にこう選択肢がいくつかある時に迷ったら一番ワクワクする面白そうなやつを選ぼうと思っていていいですね。でそれってその一番面白そうなことほど意外と危険なことやったりするんですよね、うんうん、今の状態からかなり変わることがそのワクワクし感じたり、うん、その自分でその本当にできんのかなみたいな、手に負えんのかなみたいなことほど多分ワクワクするから、うん、困って迷ったらそれを選ぼうって決めてて、でまあその仕事辞めるっていうのもそうだし、これまでその大学これ行くとか仕事これ行くとか仕事辞めてこの次の仕事こうするとか、うん、引っ越すとか引っ越さないとか、なんか全部それで決めてるので、ワクワクするかどうか、うん、一番それが面白いだろうみたいな、うん、なんかそんな感じでやってます。だから生活がいなんか生活という話題に戻すとそういう感じの、うん、なんか刺激を求めてるのかな、刺激。でもなんかこう普段と違うこととかっていうのは日常ではすごく嫌いなんですよね。割とルーティーン守る方ってことなんですね。ルーティーン守ります、守ります。乱されるとすごくイラッとする方、イラッとします。こういう順番でやるのみたいな感じを騙されるとあーってなるタイプではある。自分のルールがあるんですね、うん、それ何なんですかね。ちょっと出たい気持ちも常に持っているけど、そういう自分のルールはあって、なんか枯渇するんですかね、そういう刺激みたいなのが。
なくなったときに一気に変えたいみたいな。なんか自分も結構うちにこもるタイミングと、うん、なんかやたら外に出てるタイミングがあって、外っていうのはなんか新しいこと始めたりだったりとか、まあ展示でもいいんですけど、うんうんうん、そう、なんかそういうサイクルみたいなのが自分もあるなって思うんですよね。で結構面白いって思うかどうかが割と判断基準にあるみたいなは分かる、とても。でそういう時ってなんか結構うちにこもってこもってこもって、いやもうちょっと違うことしたいわっていう時に割と出ることが多いかなと自分の場合は思うんですけど。ああ、こもってこもってこもってか。うん、多分ですけど、うん、僕はその平均値より、物事を考える射程が長い気がしてるんです。いろんな話、人と話してる限り。射程っていうのは、その5年後とか10年後とか30年後にこうするために、じゃあ今これみたいな。ああ、考えてるスパイみたいな感じですね。うん。なんか、2ヶ月後にこれするためにこれしな、みたいなのがあんまりなくって、だから、明日これがしたいからこれをするとか、はいはい、今、1時間後にこれをしたいからこれをするっていうよりも、なんか、バーンってこう、20年ぐらいのその物差しがあって、で、それをこう、逆算していったら、2ヶ月後にこれがあるから、じゃあ、明日これせなあかんなみたいなことにはなるんですけど、うん、だからなんかあんまりそこが大きくは揺るがないというか、もともとのその向こう側の予定というか、うん、だからそので、でもなんかこの精神的なリズムってあるじゃないですか。なんか落ち込んじゃったり、妙にハイテンションになったり。あります。その、いう時も、その、テンション上がって調子良かった時は、あ、なんかもう、これは続かへんな。これは落ち込むな、そのうち、うまくいかなくなるんだろうなって思うし、うん、なんか落ち込んだり、なんか嫌なことばっかしか考えられないし、なんか絵も全然描けないしみたいな時も、うん、なんか落ち込んですごく嫌な気分だけど、なんかどっかこう俯瞰して見てて、あ、なんかどうせ上がるみたいな、うん、どうせ上がるやんっていう、どうせ調子よくなるからこれいつまで続くかなみたいな感じでのんきに構えてるやつもいるし、うん、まあ、なんかこうそういう意味で言うと自然、生活か、生活ってなんかすごい長い目で見てて、遠くから見ててっていう感じかもしれないです、僕は。なるほど。じゃあ今をできるだけ良くしようとか、そういうスパンではないんですね。そうなんですよね。それがね、弱い。ほう。うん。だ、言ったら、その、いくらでも、今を、こう、ドラマチックにできるわけじゃないですか。判断次第では。うん。あ、ちょっと、今から、海行ってきますわっつって、ありがとうございますって言って、インスタライブバッて切って、自転車バッて乗って、はい、海に行って、わーってあったら、多分何か、こう、劇的な何かが、その時にしか得られないものがあるかもしれないじゃないですか。うんうん。そうね、なんかそういうことは、なんかあんましないんですよね、僕は。あー。
今日ちょっと山行こうよみたいな、焚き火しようとか、だそれをしたいって思ってるからそっちにちょっとこう寄せていってはいるんですけど、そういう感覚をしたいってことですか、したいというか、うん、うん、あの生活環境とかを変えていくと変わってい、当たり前が変わっていくじゃないですか、はいはい、生活、それはちょっと長い目で今計画はしてるんですけど、なんかそれで言うとこれも逆なんですけど、割と長い目も持ちつつ、割とその日暮らしの気分なんですよ、自分が。一ノ瀬さんね。はい、そうです。その日暮らしの気分なんで、なんか、あ、気分的に散歩行こうとか、はいはい、今日なんか、そういう気分やから、とりあえず電車乗ろうかみたいなとか、割とする方で。でも逆にそういうなんですかね、そういうのしてるがゆえにの長い目線があんまりふわってしてる時は多いなって思うんですけど、でも僕その感じめっちゃ羨ましいんですけどね。おー、僕ね、なんかね、その、なんていうかな、いつもと違うことがすごく苦手なので、性質的に。はいはい、だから、その、いつもと違うことをする場合は、こう、ある程度自分の中で、こう、計画を、こう、反芻してからじゃないと、はいはい、イメージしとかないと。だから、例えば、割とサイクリングに1時間ぐらい行くのが、たまにやるのはすごく好きなんですよ。別にどこ行くわけでもなく、バーって転がすのが好きなんですけど、でも、それって、明日天気予報見たら晴れらしいから、明日行こうっていうのを前の日に考えて、明日はサイクリングの日。明日サイクリング久しぶりにしよう。うん、明日自転車乗るから、ちゃんと朝起きて、お水飲んで、ちょっとお腹に入れて明日サイクリングの日、明日サイクリングの日ってやって次の日起きて、起きたらいつも通りのリズムをやらないといけないと思ってるから、けど、あ、前の日、今日はサイクリングの日って決めたから、今起きた感じサイクリング全然したくないけど、昨日結構サイクリングって念じたから今日サイクリングの日やんみたいな感じ で、それで自転車乗るみたいな、あ、乗る、乗る、その時はみたいな感じが、逆にそれ乗らないですね、もう多分もういいかなってなりますね。いや、その時パッて思ってパッとできる時もあるんですけど、でも一ノ瀬さんは基本それで行ってるってことでしょ。そうですね、基本がそっちかもしれないです。あ、これしようみたいな感じで、もう足は動いてるみたいな。足動くまでは結構長いんですけど、割とその日その日で決めてることも多いかもしれない。おー、なのでむしろ予定がなんか結構詰まってると、いやーしんどいなっていうことの方が多いかもしれないですね。あ、決められている時間みたいなのが。ああ、そうか。僕ね、決められている時間は平気なんですけど、うん、自分で時間を決めるのが無理なんですよ。ああ、自分予定を組むのがってことなんですかね。そう、だから今日のこのインスタライブも一ノ瀬さんが今日の何時からでいいですかみたいな感じで言ってくれたから OK ですって感じを、はい、いつにしますみたいな相談になったら多分僕決められないんですよ。そうなんや、そうなんだ。だから美容院行くとか、なんか
なんか、歯医者行くとか、なんかそういうのめっちゃ苦手で。じゃあむしろあれなんですか、予定がめっちゃ歯医者のやつ埋まってて、この日とこの日しか空いてないんですけどどうですかぐらいの方がやりやすい。あ、そうそうそう。だから、その展覧会の日程とかって基本的には自分で決めれないじゃないですか。そうですね、ここなんですけどどうですかみたいな、うん、こっからこの期間なんですけどとかいう時に、あ、じゃあそれでってなるから、それに向けて誰かがこう予定をこう決めてくれると、うん、それに向けて組み立てられるんですけど。おだ、結構あれですね、一ノ瀬さんとなんかな、何かこう近しい何かを感じてはいるんですけど、はい、かなり違うところも結構ありますね。ある感じがしますね。で、なんか割とあれですよね、一ノ瀬さんってこう、うん、ちょっと正確な表現とは違う気がするけど、旅人に近くないですか？旅人ではないですけどね。なんか放浪とかできるタイプな気がして。あー、でもなんか自分の趣味思考としてはそっちの方が確かに近いかもしれないです。あー、やっぱり。なんか読む、最近読むのもそういうその日暮らしの民族の本みたいなとか、そういうなんか生活への憧れみたいなどっかにあるかもしれないですね。ノマド的な。そうですね、移住民的な。なんでなんか絵とかも、絵ってなるとどうしてもベースが必要じゃないですか、アトリエというか。ああ、うんうんうん、定住する場所が基本的には必要だけど、そうじゃないやり方ないんかなみたいな思いながらやってもいますね。まあ、それが今は取材だけ外に行くっていう方向なんですけど。うん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 。ノマドって言って確かに。外に行きたいなんか欲望みたいな。あるかもしれないです。うーん、僕やっぱ基本的に引きこもりなんですよね。引きこもり、うん、もう家の中にずっといたいタイプで、でもなんかこうずっといると出たくなるから、その時に、うん、その貯めて、なんかこう1ヶ月分ぐらい貯めてポンって出たやつでこう外に出た時に、だから割とね、川遊びとか好きなんですよ。川でその石をこう組んでダム作ったりとかはめっちゃ好きなんですよ。もう1日それで遊べる。でも毎日それ全然したくないんですよ、引きこもりだから。でも1ヶ月分ぐらいこうエネルギーを貯めたらそれにでき、それができてめっちゃ楽しいみたいな。あ、玉の玉やから楽しいみたいな感じなんや。玉の玉やから、そう、基本的にはあんまりなんですよね。なんか自分も外に出てる時も家にこもってるっていう感覚が割と強いんで、なんか近いっちゃ近いんですけどね、外には体は出てるんだけど精神的には家にこもっている。そこに他者はいないっていうことですよね。そうですね、他者があまり存在しないことが多いかもしれない。で、まあ自分が感じることだったり、その時の自分が思うことだけで、脳みそが動いて、うんうん、
感覚器官がそこに閉じている感じ。そうですね。だある種こう安全な状態、うん、何かに守られてる、うんうん、なんでよくこう散歩結構するけどこもってるっていう表現をするんです。こもってるというか引きこもりじゃないですとか、多分そういう意識がありますね。ああ、なるほど。今のはすごく僕にとって面白い話でした。ちょっと多分外に出るっていうのが僕混同していて、その家の外に出る、玄関の外に出るっていうことと、うんうん、自分の外側の何かと関わるっていうことを多分混同していて、うんうん、今まさにここで一ノ瀬さんと話してるのは、僕は家の外から外には出てないんだけども、外の一ノ瀬さんとこうつながってるわけじゃないですか、うんうん、コミュニケーションを取ってるわけじゃないですか、スマホを通じて、はい、でも外に出て川に行くのって別に誰かとつなんかこう関わるわけではなくて、うんうんうん、自分遊びで、うんうんうん、その内外っていうのが、内面的な内外と物理的な内外っていうのがあるんだなと今思いまして、そうかと思いました。そう思うとなんか家が安寧の地ではないのかもしれないです、自分が今のところ。かといってその外、この場所に行ったら安心するねみたいな場所があるわけではないんですよね。ない方ですね。ずっとそこに、なんとなくこういろんなところを探しに行くみたいな。そうですね、うん、に近いかな。これあれですね、時間的にもう気づいたら11時になってくるんで、なんか終わっちゃうんですか。なんか締めの何かってことですか。そうですね、締めの何かって言われたら難しくなりますけど、まあ、確かにもう終わりの、そうだな、内外な、これちょっと今日考えたいことかもしれないですね、内外。内外の関連でちょっと続けてもいいですか。あ、はい。なんかそれ言ったら家を外に持ち出してたら変わるんかなって思ったんですよ、思ってたんですよ。っていうのはなんか最近こうトレーラーハウスとか、はいはい、こうちっちゃい家だとか、うん、なんかそういうものが結構出てきているじゃないですか。トラックに住むとか、うんうんうん、バンに住むみたいなのとか、そこがじゃあそういう環境になればこう定住せずに移動しながらこうこもりながら入れるのではないかとか思っていたんですけど。あ、でもなんか変える場所があるっていうのは結構重要だなってなんか思い始めていて今は。あ、戻る場所というか、うん、うん、なるほど、結構深い話やな。その家とか住む場所を持っていけばいいんじゃないかっていう話の時に、そのトレーラーハウスとか確かに僕も思い浮かんだんですけど、うん、トレーラーハウスってだからまあキャンピングカーでもそうなんですけど、持って行った場所に移動するだけでやっぱりそこにはこう外壁があって内と外をこう
分けている。分けて、入ってこないでっていう力がそこにはある気がするんですけど、うんうん、じゃあ、テントってどうやろって思って、うん、テントも、構造的には一緒なんですけど、その、ここは中で、その布一枚隔てたらこっちは外やから入ってこないでっていうのは一緒なんだけど、キャンピングカーとテントで比べたら、テントってちょっとその外側の世界にちょっとお邪魔してる感じ、うんうんうん、ちょっとここにいさしてね、あの明日になったら帰るからみたいな感じやけど、なんかキャンピングカーとかってそのちょっと乱暴な、ここは俺の場所やんけ、お前らみたいな、どけやみたいな、ちょっとこう暴力的なスペースな気がして、空間を占有してる感が出ますよね、なんか。ああ、そうそう、うん、でもテントは空間をある種共有しているのかな、それで対比して言い換えると。なんか今思ったのは、日本の家屋ってひさしじゃね、縁側とかでこう緩やかに外につながってるとか言うじゃないですか。はいはいはい。なんかそれに近くもなく遠くもなくみたいな感覚があるのか。なるほどなるほど、あると思う、あると思う。なんかその布一枚で外につながっている感じ。うん、そう。 でもトレーラーハウスは占有しているけど、帰る場所なのかっていう疑問があって、自分の中ではちょっと違いますよね。うん、そうなんですよ。それが不思議だなっていうのがあるんですけど、確かに帰る場所、うん、だアムロが言った僕には帰る場所があるんだっていうことですよね。つまりそのそれはホワイトベースなのか地球なのか分かんないけど、うん、確かにそれが帰る場所がないって思ってしまうと多分すごく不安だし、もしかしたら何か絶望につながってしまうような気がするし、うんうん、逆に帰る場所があるって分かっていさえすれば大概のことは大丈夫な気もするし、うん、なんとかなる感じがありますよね。ある。うん。ちょっとこの話面白いですね。なんかそっからね、関連広げちゃう、もう11年ですけど、狩猟採集とか定住とかが最近その中からまた引っ張られていって、自分の中で。狩猟採集民とか、こう、定住して稲作始めて、そっから家ができましたよみたいな話とか、はいはいはい、なんかそういう話がね、今は興味が出てきてるんですね。で、なんか日本、昔は関東の方は狩猟採集がずっと続いていて、弥生時代もそういう縄文の文化がずっと向こうは根強くて、結果蝦夷とかそういう異民族っていう扱いになっていったみたいなとか、はあ、はあはあははあ、はを考えるといろいろなんかね、自然観の話に戻っちゃいますよ、そうなったら。うんうん、じゃあまあぴったり11時なんで、次回はそうですね、その辺の話から再開しましょうか。どこら辺が興味ありますか、ありましたか。その自然観と、まあ言ったら生活ともまあつながってくるわけじゃないですか、うんうん、今の話とか。そこでこの、うん、
歴史的にこうだからっていう話も面白いし、今の自分個人の実感はこうだしっていう話も面白いし、なんかそこのその関係性関連性みたいな、全然その理屈抜きにこう今感じちゃってこう行動しちゃってるっていう今の自分の話と、歴史的にこういう物事があってこういう考え方があるっていう話がなんかこうリンクしちゃうみたいな、なんかそういうのがあるじゃないですか。あります、あります。なんかそういう話ができれば、まあ、もういよいよ多分取り留めもない話になるんですけどもうなんかラジオの手がないですよもう。うん、そうっすね。うん。じゃあ引き続き自然と生活みたいなところになるんですかね、もうちょっと。そうですね。まあ、あとは、なんやろ。多分結構話題がこうずっしりしてるから、軽い話題をそれまでになんか思いついたら振るみたいな感じで。はい。ぜひ。いいんじゃないでしょうか。了解です。まあ、だから、そうっすね。前回から2週間ぐらい経っていて、今日っていう感じで、まあ、そんなに、バチバチに日程とかスケジュール決めるのも僕も苦手なので、ざっくり2週間に1回ぐらいの感じでできれば、なんならもうちょっとこう幅を広げて、1ヶ月に1、2回みたいな。1ヶ月に2回、だから2週間に1回っていうよりも、1ヶ月に2回みたいな、いう感じの方がいいかな。そうですね、結構これ話的にもカロリーを使うのが結構多い感じなんで、確かにそんぐらい溜めてもいいかもしれない、うん、あんまりやりすぎてこう中身スカスカになってもね面白くないから、うんうん、そうですね。じゃあ、まあ、ざっくりなんとなく2週間後ぐらいの5日みたいな感じで、はい、27日、はい、お願いします。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。前回締めがなかったですよ。締め特にいいですか。ありがとうございます。感じ締めか、締めってどういうことですか。締めいや特にないですけど、来週もまた見てくれるかなみたいな、そういうこといいと思うみたいな感じですかね。まあまあ言うてね、入れ替わりたちか、いろんな方が今日も見てくださってありがとうございました。ありがとうございます。はい、これまたインスタの、なんだっけ、なんかログに残しつつ、うんうん、YouTube にもアップしますので、お願いします。よろしくお願いします。では、おやすみなさい。はい、ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございます。